皆様ごきげんよう、宮間めさのです。本日は戦艦ヤマトの弱点と言われることがあります複砲問題を検証してまいりたいと思います。戦艦ヤマトの複砲は装甲が弱くて、ここを貫かれると最悪強沈に繋がってしまうのではないかとね、よく言われてる問題ですけれども、結論を先に言ってしまいますと、はい、あまり気にしなくてもいいんじゃないかなとは思いますけれども、まずはですね、このバーチャル空間で実際に検証をね、行ってみたいと思います。それでは始めて参りましょう。まずは戦艦ヤマトを用意します。すぐに沈んでも困りますので、念のために4隻用意いたしました。よりどりみどり、このヤマトをめがけて撃つのはライバルの米海軍戦艦アイオワの16インチ、 40.63 砲です。こちらの16インチ砲は50口径ですので、ヤマトの46三地砲に次ぐ貫徹力があります。そして照準をつけるのはヤマトの副砲ではありますけれども、より厳密に言えばヤマトの副砲のさらにその下にある副砲弾薬庫を何らかの形で爆発させる必要があります。今回問題となっているのは艦の中心線上にある2機の副砲です。この副砲は主砲の弾火薬庫に近い位置にあり、主砲の弾火薬庫を誘爆させれば一気にヤマトが強沈という状況も一応は考えられます。アイオワの砲弾は重量が重いという特性がありますので、ここはヤマトの水平装甲の貫通を狙っていきましょう。アイオワが発砲を開始したようですね。距離は 30km の地点です。この距離での実戦での命中率は 1.6% と試算されています。この距離はいくら相手が戦艦といっても、まあほとんど当たりません。これには戦勝に時間がかかりそうですね。あ、なんか命中したようです。都合がいいね。がヤマトの水平防御に阻まれてしまい、打撃を与えることはできなかったようですね。ヤマトのバイタルパートの装甲は鉄壁というべきもの。甲板装甲は 230mm、 減速装甲は傾斜付きの 410mm です。理論的には 40.6cm 砲に対して距離 17km から 32km 程度までの距離で砲弾を防ぐことができます。アイオワがヤマトの水平装甲に打撃を与えるためには距離 32km よりも離れて砲撃する必要がありますが、この場合命中弾はさらに期待できないものとなります。今度は主砲天眼に命中いたしました。ヤマトの主砲の正面は 270mm の装甲、前面は 650mm の装甲がありますので、たかが 40cm 砲程度で貫くことなんてできませんよ。あれからかなりの時間が経過しましたが、ようやくヤマトの副砲が破壊されたみたいですね。ヤマトの副砲の装甲は 25mm しかありませんので、敵の砲弾を防ぐことはできません。ここで被害状況を確認していきましょう。副砲は破壊されたものの、弾火薬庫に問題はありませんね。ここまでの検証で分かったことは、そもそも副砲を狙って攻撃するというのは事実上不可能ということ。そしてもう一つは、副砲弾火薬庫にダメージを与えるためには、この副砲の開口部に砲弾を入れる必要があるということです。最も想像しやすいのは上から砲弾が降ってくるというパターンですけれども、しかし考えてみてください。この確率はゼロと言ってしまっていいでしょう。例えば戦艦アイオワの主砲の射程は距離 38.7km 程度ですけれども、この距離で砲弾を発射しても砲弾の角度は45度程度になります。この角度では砲弾の開口部にぶち込むことは理論的にも不可能です。ただし、開口部に侵入する可能性はないものの、副砲のバーベットの付け根に砲弾が命中した場合、ヤマトの副砲のバーベットは 75mm しか装甲がありませんので、角度や位置が完璧に合致するという奇跡が起これば、貫通を許す可能性は捨てきれません。ただし、この問題も基本的には大丈夫です。ヤマトの副砲の付け根が弱い問題については、現場でも共有されていまして、ヤマトでは後ほど、武蔵では建造途中に、円筒支筒に 25mm 程度の装甲であるコーミングアーマーと呼ばれるものを付け加えて、さらに、応援装置の後半の厚みも強化されています。これによって戦艦同士の打ち合いでは副砲の欠点をさらに小さいものにしております。副砲についてはヤマト最後の出撃となった棒の岬沖海戦でも火災が発生しており、副砲の脆弱性を示すものではあったものの、逆に言えば最後まで誘爆することはありませんでした。これは追加工事が功を奏したという称賛なのかもしれません。以上のように戦艦同士の対決であるならばリスクは非常に低いと判断できるものの、航空機との戦闘であるならば話は少し変わってきます。砲弾であるならば副砲開口部に入り込むような軌道を描くことはありませんが、爆弾ならばまさに真上から落ちてくるということがあり得る話です。ということで実際に爆弾を落としてみたいと思います。
あんまりね、ヤマトにね、爆弾落とすってのは、ね、気乗りしないんですけどね。まあ、検証ですので、許してください。うん。ちょい右。ちょい左。ちょい右。よし。投下。あ、メサコー。あ、おまんじゅうじゃなくて、爆弾投下すんの。投下したおまんじゅうは、あ、クホーバーベット内部に生存確認、後で救助の必要なし。プーじゃねえよ。しかし、爆弾であっても、ヤマトの複合バーベット内部のさらにその下の開口部に爆弾を落とすなんてこと、普通に考えて狙ってできるものではありませんね。もしもという事態の可能性も本当に低いと思います。とまあこんな感じに、実際の爆撃で狙いをつけることは困難ではありますが、砲弾よりも危険性は高いと言えますね。先ほどの複合バーベット内部にあるコーミングアーマーと防炎装置の広範強化は、800キロ爆弾への対策という意味合いが強かったものの、抜本的な対策とまでは至らないものでした。幸い同様の仕様である従順が被害を被った例はないようですけどね。また、少々余談ではありますが、今回弱点として紹介してしまったヤマトの複合ですが、こちらの方は最上型軽巡洋艦の 15.5 三地砲を回収してヤマトに乗せ替えたものです。15.5 三地砲の射程は 27km もあり、発射間隔は毎分5発と優秀な装填速度を誇りました。実は、砲そのものとしては高性能で、傑作砲と評価されております。ただし、アメリカの戦艦はそもそも複合を廃止しだしており、ヤマトの複合が維持されたことは、やや主流的と見られる場合があります。ヤマトの複合が維持されたのは、小型艦の数で帝国海軍は米海軍よりも劣っていたためで、敵の駆逐艦を撃退する必要があったためです。ただまあ、駆逐艦自体が大型化していくと、威力はかなり心もとない水準になってしまったようですけどね。また、仮に戦艦との戦闘がもしあった場合、特に遭遇戦では複砲の存在は火力的には大きなメリットになり得ます。アイフワの療養砲よりも射程が非常に長いので、火力的にはストロングポイントではありますね。違う、犬じゃないなこれ。犬どこ行ったんですか？ここまで複砲の防御的な問題はそこまでないという話で進めてきましたが、それでは設計的に複砲の搭載は正しかったのでしょうか。戦艦ヤマトは対戦艦戦で勝利するために生まれた艦ですが、戦艦同士が対決し得る戦闘距離である距離30キロから25キロの地点で複砲の役割はありません。当時帝国海軍では距離25キロメートル地点を決戦距離として想定していましたが、この距離でも複砲の射程距離はやはりギリギリで、ヤマト適切に運用した場合、複砲が活躍する場面は少ないと言えますね。また複砲を搭載する場合、防御構造が複雑となり、艦自体の重量が増大するという欠点があります。そのため装甲や主砲の重量がさらに増える超ヤマト型戦艦では複砲を廃止する可能性が濃厚でした。ただヤマトは46三地を搭載する戦艦としてはコンパクトな形で完成した艦ですので、事実上複砲の設置による重量増大という欠点が吸収されていますね。このように複砲の存在は戦艦本来のコンセプトから言うとマイナスではあるものの、実戦ではヤマトが戦艦と対決する機会はそもそもなく、複砲は対空戦闘や駆逐艦の撃沈にも貢献するなど活躍した場面が主砲よりも多かったと言えます。結果から言えば複砲の搭載は正しかった、あるいは正しくなってしまったということになりますね。以上のことから最初に申し上げた通り、ヤマトの複砲脆弱問題はそこまで気にする必要性はありませんし、そもそもヤマトの複砲が欠陥であるならば、貫徹力では最強を誇るヤマトの砲弾が敵戦艦の装甲を貫いて火薬庫を大爆発させて強沈させる可能性の方がまだ高いのです。あと思うところといたしましては、複砲を撤去することは帝国艦艇の威容を損なう恐れあり、宇宙戦艦たる時に不都合を生じるやもしれずですね。まあ、複砲がありますとデザインがね、すごく締まるんですよね。戦艦は国家の威信をかけて建造するという意味もありますので、実は優美さやかっこよさというのは、ステータス的にもかなり重要なことだったりします。はい、ということで皆さんはこちらの複砲についてどう思いますでしょうか？ぜひご感想をお聞かせください。そして今回私が書きました、宮雨さんの大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑では、複砲についてはね、あまり書けませんでしたので、この動画で補足を行ってみました。こちらの方は戦艦12隻の最新の姿や全年代の姿を復元をね、しているという本になっておりまして、
ありがたいことに大変好評をね、いただいております。興味がございます方は手に取っていただけますととても嬉しく思いますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。あとは限定生産した宮野目様軍艦カレーですが、一部個数が通販用で郵送できることになりました。こちらはカルチャーステーション千葉三省堂様限定の商品となっておりますが、表示されている番号までお電話をいただけますと、代引きでの郵送が可能です。あ、ちょっと、ちょっと水っぽい。あんまりね、食べたことない味ですね。ほら、こんな、もう、結構大きなね、お肉入ってます、これ。大きなね、これ、お肉。めっちゃ大きいね。お肉食べちゃおうかな。ね、ほら。美味しそうね。じっくりとね、煮込まれていて、和風な感じがしてほんと美味しい。価格は730円プラス送料になるかと思いますが、またとない機会だと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。カルチャーステーション千葉三省堂様とのコラボイベントは間もなく終了となってますので、近隣にお住まいの方はぜひともよろしくお願いいたします。また、我がチャンネルの登録も何卒よろしくお願いいたします。ということで皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、バイバーイ。